はい、どうも、かげです。この前こんなコメントをいただきました。県大の福岡工大戦の宝物シールをお願いします。ということでね、今日は実際に起こったプレーをパワープロでやってみた高校野球編としてね、この県大高崎が、福井工大福井戦でねやったホームスチール、ランナー二塁三塁でピッチャーがセカンドに牽制して、その間に三塁ランナーがホームに帰るっていうね、詳しくはあの概要欄に動画のリンク貼ってくんで、それ見てきてください。じゃあそれをちょっと実際にやってみたいと、パワープロでやってみたいと思います。はい、これでランナー二塁三塁の状況を作ったので、これで赤星が飛び出して、飛び出してピッチャーが二塁に投げる間に福本がホームに帰ってきたらいいってことだね。よし、じゃあやってこう。とりあえず赤星が飛び出すためには、四角と横か。これで、無理だ。難しい。難しいな、結構。意外と難しいかもしれない。これはできた。これはセーフ。アウトか。惜しいな。でもこういう感じだね。こういう感じをちょっとやっていきましょうか。OK。これはセーフだ。アウトか。惜しいな。これはいける。これはセーフだ。アウトか。いける。これはセーフ。これはセーフ。うわ、アウトか、これも。惜しかったな。いける。セーフ。セーフ。おい、来たー。いける。セーフ。セーフ。おい、来たー。はい、できました。これで県大高崎のね、福井工大福井にあったランナー2、3塁から2塁に牽制してる間にホームスチール、やることができました。見てくれた皆さんありがとうございました。さよなら。